はい、皆さんこんにちは、ミッチーです。今日もブログアップしていきます。本日はですね、デスク周りのアクセサリーご紹介していこうと思います。皆さんデスク周りどのような感じに使ってますでしょうか。僕もですね、最近ちょっといろいろデスク周りをね凝り始めた感じなんですけども、やはりですね、あれやこれや機能を追加していこうと思うと結構ごちゃごちゃしてくるんですよね。でなおかつ僕みたいに、まあ、作業しながら、まあ、いろんなもの、パソコンの周りのね、SD カードだったりとか、それを読み込むリーダーだったりとか、あとカメラも使うんでね、カメラの、パーツだったりとか、そういったものがねどうしてもこの辺に散乱しがちなんですけども、それをきれいにまとめておける、アクセサリーご紹介していこうと思います。それではどんなアクセサリーか見ていきましょう。はい、ということで本日ご紹介していくのがこちらになります。ドドンと、こちらロボロビン様よりご提供いただきました、キーボードスタンドと収納トレイになります。まあ、デジタルガジェットみたいなものではないんですけども、デスク周りをね綺麗に収納してシンプルにスッキリとさせるようなものになります。まあ、お部屋が広かったりとか、デスク周りにね収納が多い方っていうのは、そこまで気にならないかもしれないんですけども、僕みたいにちょっとお部屋が狭かったりするとですね、しまうところ結構迷っちゃうんですよね。そういう時にこちらの、はい、収納トレイ、キーボードスタンド、かなり役に立ちます。こちらのね、キーボードトレイなんですけども、このようにキーボードを置くことで、タイピングの時にね少し傾斜をつけて、タイピングしやすくするようなものになっています。でこの手前のところにはリストレストというものがあって、まあ、手のね負荷を軽減してくれるようなものになっています。なので長時間のねタイピングなどをしている時でも手首に負荷がかかりにくいので、疲労感っていうのがかなり、軽減されるようなものになっていますね。でこのねリストレストに関しても、反発性というかね、まあ程よい硬さと柔らかさを兼ね備えているので、まあ、使っていてもね、こう手が沈み込みすぎず結構自然に、気楽にね使えるようなものになっています。でですね、一応収納トレイということになっているので、こちらの今キーボード乗っているところをね、取ってもらうと中にですねいろいろと物がしまえるようになっているんですね。でですね、こちらの上のこの蓋、クリアなね蓋を取っていただくと中にですねこのような感じで、いろいろと小物を収納しておけるんですね。僕の場合だと、まあ、机周りとか、まあ、スマートフォン使う時の、こういったマイクだったりとか、あとイヤホンですね、お出かけの際に持ってくるようなイヤホンだったりとか、セミナーのお仕事もさせてもらっているのでこういった小さめのリングマウスだったりとか、あとペンですね、ペン、こういったものとかね、あと、マウスなんかもしまっておけるので、まあ、お仕事終わった際にも片付けておけば周辺がスッキリするよといった感じですね。どうしてもマウスなんかはね外にねこう出しっぱなしになってしまうようなことがあるんですけども、やはり、まあ使わなかったりするとホコリかぶってしまったりってこともあるので、まあ、しまっておけるとね、すごく、まあ、電子機器をね使う上でも、いいんじゃないかなと思います。でこの中にはですね一応小物しまえるというふうになっているんですけども、まあ、出してもらうとですね結構広めのスペースのトレイになってるんですね。でこの広めのスペースなんですけど、こういったねキーボードを使わない時にも、しまっておくことができます。ただですね、僕が使っているこのアンカーさんのキーボード、まあ、結構小さめではあるんですけども、ちょっとねサイズが少し収まりきらないといった感じなので、結構小型のキーボードであればしまっておくこともできるかなと思います。僕はちょっとできなかったので、まあ、普段ね使うものであるので、まあ、外に出しておくんですけども、やはりホコリかぶったりとか嫌だよっていう方はね、こういった Bluetooth キーボードを中にしまっておくっていうことも、サイズによってはできるかなと思います。でしまっておいて、これもね上からこのように、カバーをしてあげれば、まあ、デスク上もかなりすっきりと見えるようになるといった感じですね。でこの上のねカバーもこう斜めにね傾斜がついているので、これもタイピングがしやすいという設計にはなっているんですけども、はい、このような感じにね置いてタイピングができるんですけど、この高さもですね実は変えられまして、まあ、高さを変えられるというか、このリストレストとこのトレイがね2つに分かれているので、このリストレストにかぶせる時に2段にねここに高さになっているので、上にかぶせて使っていただいても結構ですし、でもしくはこの下のトレイをね外していただければ、単純にねキーボードの、高さをね、調整する台としても使うことができますね。
で逆にねこのリストレストを反対側に向けてもらってこのちょっと高い方を置いていただければまたこれもね高さを調整することができますね。少しフラットな感じに使えるようになるかなと思います。これを置いてみるとはい、こんな感じですね。この状態でも結構そこまでね手首が、気になったりっていうことはないのでこういう使い方もありかもしれません。ただ僕的にはですね結構その収納っていう部分がね、結構ありがたいなというところなので、この収納ケースは常時使って、キーボードをしまえないのでこういった小物をねしまっておくことによって、机周りをすっきり見せることができるというのがありがたいですね。はい、こんな感じでこれでねデスクトップのね PC を使っている方とかだと、モニターを見ながら、作業することができますね。でこちらのね詳細なサイズに関してなんですけども一応幅が 43×、奥行き 18.5cm っていう形になっているので、購入をご検討されている方はねあらかじめそのサイズ、一度確認していただいて、購入いただければいいかなと思います。でですね、こちら今回ご提供いただいて使わせてもらっているんですけども、少し、気になる部分といたしましては、サイズ感的に少し大きめとやはり収納トレイがついているので細々したものを、しまえるようにちょっと大きめに作られているということでデスクの環境があまり大きくない場合っていうのは逆にこの、スタンド、収納トレイが大きく幅を取ってしまうなんてこともあるかなと思うんですけども僕の使ってる机ですね横が180の奥行きが、A4 2枚分ぐらいのサイズになっているのでそれぐらいのデスクであれば、基本的には使っていても奥行きにかなりゆとりが、出るような形で作業することはできるかなと思います。はい、ということで本日はですねこちらロボロビンさんのキーボードスタンドと、収納トレイ、っていうのをご紹介させていただきました。僕のチャンネルをね見ていただいている方っていうのはね結構オフィスワークというかデスクワーク多い方多いかなと思いますのでそういった方にはねすごく向いた、アクセサリーかなと思います。デスク環境をねより改善していきたいよっていう方はねぜひ一度こちら、チェックしていただけるといいのかなと思います。ほんのちょっとのねこういったものを使うことによって自分のねデスクワークにかかる、ストレスだったり負担だったりとかそういった部分っていうのを軽減してくれたりもしますのでこういったアクセサリーによって、作業環境っていうのを改善していただけると、いいのかなと思います。はい、ということで本日はこちらロボロビン様のキーボードスタンドと、収納トレイご紹介させていただきました。この動画参考になりましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではミッチーでした。バイバイ。